ここは石垣港ターミナル、はい、貨物船とかが多分入る。お港、はい、ここにねオープンキッチンがあるんですよ。オープンキッチンこれね、これいいね、ね、景色が。うわ、今日ちょっと時間ずらしたから。安いんだよね。ソーキそばもでかっ。野菜たっぷりや。はい、何しますか。カツカレー定食と豚マヨ丼定食で悩んでる。あんたカツは、カツは最近カレーが乗ってるからいい。そのお好きにどうぞ。どっちがいいかな。もうでも決まってんだよね。生姜焼き、私はもう生姜焼き定食です。ここののはすごいです。じゃあカツカレー定食。やっぱりカレー、はい、なければ豚マヨ。あ、じゃあちょっともう、はい、あのねえねえに言ってください。カツカレー定食じゃないです。じゃあ豚マヨ丼定食。豚マヨ、豚マヨ、はい、マヨは少なめでお願いします。生姜焼きと豚マヨのマヨ少なめで。早く来ないと、もう早く来ないと売り切れるからね、ここはね。ね、安いのよ、すごく。もう今時ね、何600円とか500円とか定食でね、それは早く来ないと売り切れるわね。生姜焼き定食、すっごいこの肉すげえ、すごい小さいの。豚マヨ丼定食、肉がすごいね、うん、食べよう食べよう。あ、いただきます。さすがほら、やっぱり現場の食堂だから安くて、このボリューム、ね、ちょっと入れましょう。はいはい、やっぱほら、ね、あの沖縄あるある絶対そばがついてくるっていう。そばもね結構な量だよ。ねえねえ、ちょっとあの、うん、結構な量。普通もちょっとちっちゃめなお椀ですね。そう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 。ではいただきます。いただきます。あ、いただきます。これ。でかっ。笑う笑う。お蕎麦の麺も私が好きな。ね、あ、細平。うん、あ、細平。いいですね。これご飯に乗っけてこれだもん。うん、ちょっと甘めな出汁だな。これいいけど食べられる？大丈夫、今日は私は大根食べてませんから、うん、ちょっとちょっと玉手箱だよ。なんとちょっと違う違う、ちょっとちょっとお肉の下に、よいしょ、ちょっと待って、わかるかな、お肉の下に目玉焼きが隠れてる、うん、なんか玉手箱的な、うん、いや、これね全体的にちょっと味濃いか、うん、卵ちょっとご飯をおかずするわ。おいしい、おいしい、わかる、全体的な味変わった。ね、ね、このほら、
この野菜の多さよ、レタスの、うわ、レタスのってるね。そばもはっきりした味、ご飯ちょっとおかわりしたいぐらい、肉がさ、なんかえらい味食うたんだなと思ったのに、野菜と一緒に食べたらちょうどいい感じ、これだけだとちょっと濃いかなっていう、野菜、肉で野菜巻きとかいいな、うん、ほら、うん、ほら、まだ、うん、一緒だから、うん、お肉は一緒のお肉を使ってます、うん、でね、熱い、5ミリぐらいの1枚が、多分、これも生姜焼き風な味付けなんです、うん、迷子乗ってるの超食って、あ、1枚食べてみる、うん、ほい1枚もらうんだけど、肉これで丼になるもん、1枚返してね、うん、がっつり食いたい男の人のもん、抜群にウケるかも、本当がっつり飯だね、うん、がっつり飯だ、ちょっとこの小さめの1枚返してもらいます、小さめの方こっちやる、うん、小さすぎ、やっぱ食うんだ、これはちょっと時間がかかるタイプなのに、肉がさ、うん、手だけじゃなくて結構厚みもある、うん、あの薄いあれじゃないよね、うん、やっぱりあの港のさ従業員の人たちが食べに来るから、どうしてもこのボリュームじゃないとダメなんだろうね、疲れ仕事だから、うんうん、太る、需要と供給のバランスが、走って帰るね、うん、運転したね、いや俺は車運転するから、あんた走った方がいいかもよ、私だけ、うん、やすき焼き風、うん、私女の子だ、おばあじゃないの、女の子、女の子だ、そしたらちょっとご飯少なめにしてありますよって言ってたわけ、あ、そうなん、少なくないこれ、いや男の人が注文したらもっと入れてんじゃん、うん、これさ、ちょっと離れた人が、ほら若い男の子たちがさ、ここまで食べに来るんだって、お昼、うんうん、分かる、うん、若い男の子と足らんもん、普通の弁当じゃ、でしかも値段がこの値段だしね、うん、うんうん、定食は600円とかだもん、うん、本当にこの味もすごいいいと思う、やっぱり作業員のための食堂になっちゃうから朝7時から開いてる、うん、作業員だろうね、でお蕎麦おかわり、あ、お蕎麦、私は大丈夫かな、代わりにってありがとうございます。
ます。すごいおかわりもらいました。さっきご飯少なめにしてあるから、多分ご飯か何か。お蕎麦おかわりしていいよって。今日は特別大サービスなんだ。うん、早く来ないとさ、売り切れるのよ。ね、うん。すいません、ありがとうございます。余分に入れたけど大丈夫でしょ。フーチバ好きよ。ね、また美味しそう。すいません、ありがとうございます。美味しい。美味しい。嫌いな人もいるからな。うん、じゃあこの豚丼も美味しい。ちょっと今日のあれが強かったね。フーチバ入り。そう。これ全然ご飯と食べたらもう最高。おかわりもらいました。今度フーチバ入りでしょ。うん。いいね。うん。なんか全然違う。うん。うん、だからここさ、あの作業員のための食堂っぽくて、うん、朝7時から開いてる。7時からもあとはね売り切れるまで。うんうんうん。で、7時っていうこと朝ごはん。で朝ごはんに食べれるってことでしょ。うんだよね、そうだよね。モーニングにこの生姜、そうそうそう、で昼にこの豚丼、そうそうそう、ちょっと夕飯まではないと思うけど、ほんと超がっつりだね、うん、これはすごいボリュームが、うん、フーチバだよ。でも欲しい欲しい、フーチバが美味しいね、うん、普通にさフーチバの天ぷらするもんね、美味しいよねフーチバの天ぷらも。本当小さい時は嫌いだったんだけどな、もう大人になったんだよ。大人になったのか、うん、もうおばあになるけど、だから通り越したんだよ大人は。めっちゃお腹いっぱいになってきたよ、すごいね、今日キネさんやりますね、うん、はい、やりましょう、ご飯は今日はいい、うん、本当に、本当に、うん、いい、いい、本当かな、雰囲気あるの分かる、結局そば1人前結構入ってるからね。めっちゃ美味しい。でかいんですよ。ごちそうさまです。よう食べたね。めっちゃもう苦しい。そのままお昼寝できたら幸せ。多分1人前、そば1人前食べてる俺。食べてるね。うん。今日はいつもはおかわりないからね。うんうん。今日は特別。今日はね、ご飯がちょっとないよっていう感じだったからね。お腹いっぱい食った。ご飯たっぷり。いやもう苦しい苦しい。はい、今日もごちそうさまでした。そうそう。ね、下に駐車場もあって、もう遠くから来ても、ポッて止めて来れるから。ね、うん、車の心配もないしね。そうそう。渋谷からもう、うん、チャリでもすぐ来れるし、くったー、美味しかった。石垣港ターミナルの2階の港食堂さんでした。ちょっと間違いないように、なんだっけ、石垣港ターミナルであって離島ターミナルではありません、うんね、よく間違うんだよ ね石垣港ターミナル、はい、浜崎マリーナに近いところにありますので、うん、そこの2階の港食堂さん、
あの、これ東横インの真前のターミナルね。そうそうそうこの方が分かりやすいか分からんな、はい、もうめちゃお腹いっぱいでした。やっぱねもう現場の人の食堂、うん、がっつり飯だね。安いがっつり本当に本当コスパ最強だよ。最強ちょっと味くうたのね、うん、はい目標良かったです。はい、またねー。